今まで貼るのも剥がすのも難しかった壁紙に貼り付けられる壁紙用フックの使い方をご説明いたします。まずはじめにフックを取り付けたいところのホコリや汚れ、水分などをきれいに拭き取ります。接着剤のキャップを外します。キャップ上部の突起で接着剤が飛び出さないよう注意しながらチューブの口に穴を開けます。開封時はチューブ本体を優しく持ってください。補助シートの裏面の溝に沿って接着剤を中央から外側にできるだけ均等に塗ります。一度開封した接着剤は後日使えませんので必ず使い切ってください。接着剤を塗り終えたら使用する壁面に補助シートを押し付け壁面にしっかりと密着させます。30秒程度壁面に力強く押し付けます。接着剤がはみ出した場合は24時間以上経過後固まってから指や爪で取り除きます。24時間以上経過後接着剤が固まってからフックを固定します。接着剤が完全に固まってからご使用ください。1キロを超えるものはフックには絶対にかけないでください。次に壁紙用フックの取り外し方をご説明いたします。はじめに補助フックを押し上げて補助シートから抜き取ります。中央の突起部分を持ち角からめくるようにゆっくり剥がします。壁紙に残った接着剤は端からゆっくりめくるように剥がします。取り残した接着剤は指でこすり取ります。